来た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 。俺は諦めないで。お前お花畑の割に厳しいこと言うな。このタイミングで嘘だろ。チキ、カオスな空間だな。期待でいっぱいですよ。むっつりの虫眼鏡くん。こんにちは、アランノーと申します。はい、前回はとても衝撃のエンドを迎え、今回はそのリベンジという形になるんですが、さっきちょっと考察した内容をまとめて収録してみたんですけど、考察にかける時間にしては長すぎてしまったので、とりあえず3パート前の中盤まで戻ってきてます。で、今回やりたいのはデート回数を前回のプレイより1回増やして親密度を上げて、で、この期間中にできるだけパラメーターの流行と魅力、こちらをちょっと上げられるだけ上げて、どのようになるかっていうのを検証したいと思ってます。この短期間だけ戻すぐらいじゃエンディングにはたどり着けない可能性が高いと思ってるんですけど、で、これでダメだったらちょっともうちょっと長い期間前に戻ってみようかなと思っています。では、とりあえずちょっとこれでやっていきます。行こう。見つけた。うん。今度の日曜日予定空いてる？あ、俺の部屋来るか。ついに来たー。行くに決まっとるやろ。来た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 ー。母さん母さん母さん、ん？あそこにいるのって、なんかイベント。なつぶりくん何見てるの？ひむろくん。ほほほほ、ひむろくんって呼んでるんか。ひむろいのりくんの方。そりゃそうだろう、ひむろ先生のことひむろくんとは呼ばないだろ。ひむろ教頭ガン見するわけないでしょ。いやちょっと見たくはなる感じだよ。でもくんとは呼ばないだろうな。うん、どうしてのりくんを見てるの？あいつ素質がありそうだと思って。何の？中二？素質？さっきから何なんですか？メガネズ、伊達メガネズだ。ああ、のりくん、言いたいことがあるならはっきりどうぞ。ひむろくん、グリグリ？グリグリやってます。ゲームかな。よし、今夜8時 NA の名前で招集かけるんで来てよ。ほほほほ、やっぱりゲーム仲間、中二仲間だな。まあいいですよ。じゃあ8時にギルド行きます。ほう、この二人は確かに気が合いそうだもんな。やっぱり俺の勘冴えてる。ほほほほ、グリグリ招集？何のこと？まあ、なんかネットゲームだろうな。本当にこの格好で行っていいんだろうか。寒くないのかな。まだキャミ買う前だったんよな。まあ行ってみよう。見てて寒さが増す。まあそうですよね。でももうちょっとこの日のためにこの学校で来たんです。ちょっと目をつぶっていただきたい。えっ、ファッションで季節の先を行くにはまだ早いっていうか、それってただの薄着だから。そうなんです、そうなんです。ただ君のためだから。男の一人暮らしなんで期待も幻滅もしないように。 OK。ねえ、期待でいっぱいですよ。母さん、母さん。背伸びしてまでやりたいの？あ、その1。いいアングル。ここにいるといいの。何を想像してるの？じゃあ動いちゃおっと。ん？動いちゃう。いいんじゃないかな。じゃあ動いちゃおった。
いいね。そこにいてもいい。ほう。そっか。ねえ、いい感じってどんな感じ？彼女と同居してるみたいな。ほうほう。え？いや、ちょっと待った。今のはストレートすぎた。ごめん、警戒しないでくれるか。あ、警戒しないです。君にその行動力がないことを俺は知っている。警戒させてくれよ。うん、私のうつむり君のこと信じてるから。チキ。サンキュー。チキ。ラン。今の、俺の本音を聞いて。おう、聞かせて。うん。この小さな部屋の中には、俺にとって、大切なものがいっぱい詰まってる。うんうん、わかるよ。うんうん。その中にね、今、もう一つ、新しい大切なものが増えたんだ。一番大切なものかもしれない。夏森くん。だから、これからもずーっと、大事にしたいって思ってるんだ。この気持ち、あんたに分かってもらえたら、嬉しい。七つ森くん。帰りたくねえし。一日じゃ、全然足んないよ。まだ、離れたくないんだ。うちまで送る。もう少し、いたいし。抱きしめるぞ。で、こちら。なんか3年目のクリスマスイブに、デートに行くといいことがあると、コメントで教えていただいたので、行こうと思います。悪い、待ったよな。もう3回目のところはないし。遊覧船好きかな。行ってみるか。オーケー、行こうぜ。お、何？うん、こっちもっと来て。いい風吹いてる。気持ちいい。うんうん。本当に海って偉大だな。このまま世界一周とかしたいよね。見て、海鳥が可愛いよ。風が気持ちいいって言ってるからな。海って偉大ぐらいなのかな。世界一周と海鳥はちょっと話ずれちゃう気がするな。全部ちょっと違うんだけどな。海かな。海鳥が可愛いよ。写真かな。あ、海鳥が可愛いよって言ってみようかな。見て、緑が可愛いよ。ちょっとあざとい、今の。語尾にハートマーク、いらないっす。お前、お花畑の割に厳しいこと言うな。嘘だろ。このタイミングで嘘だろ。大丈夫かな。まあ、こんな日もある。俺、笑うからさ。あんたも笑ってよ。いや、ほんとすいませんでした。俺を諦めないで。何？み。悪い。今は無理。ですよね。ダメだ。大丈夫かな、俺。時間、まだ大丈夫なら、もう少し付き合ってくれるか。もちろんだよ。よし。腕、しっかり組んでろ。あ、大丈夫そう。これか。ああ、綺麗。ああ、今年のはまた格別に綺麗だ。はあ、格別？ああ。去年は誰と来たの？あんた
気づいてないの？それとも興味なし？いや、去年誰と来たのか話せ。あらら、考えちゃったか。ん？俺たち最後に会ったのいつだっけ？あ？最後に会ったの？どういうこと？昨日のクリスマスパーティー。あ、私たちクリスマスの夜に連続して会ってるね。おお、なるほど、そういうことか。で、ちなみに去年は誰と来たの？はい、正解。ご褒美にクリスマスプレゼントを。ほ、俺は目を閉じた方がいいよかな。閉じるね。メリークリスマス。おでこでも構わん。七つ森、男を見せたな。キスのプレゼント。ほほ俺の勘違いじゃなきゃお互い最高のプレゼントになると思うんだけどな。いや、そうだね。もうちょっと下にしてもらったらもっと嬉しかったけど、まあよしとしましょう。七つ森くん、ラン、今日俺と一緒にいてくれてサンキュー。いや最高、マジか、これ最高。生まれて初めてこの日に幸せで満ち溢れて感極まるっていう体験ができた。いや、もう本当にね、素晴らしい日、良き日。もう一度、一生この時を忘れないように。メリークリスマス、ラン。メリークリスマス、七つ森くん。ああ、私もなんだか幸せな気持ちかも。本当だな。いやー、クリスマス最高。七つ森くんに遊園地に誘われました。行こう。お気に入りだからは NG。あと、見えないところは変えてるってのも通用しないから。あ、同じ服着てってしまった。ああ。てか自分はいつもお気に入りの服を着ておいて、なんでそんな態度取れるのか納得しかねる。いろいろあるけど、どこを希望？乗ったことないものってないんだよな。しかも3回目とかもないし、まあどれでもいいんすけどね。まあ一応バンジー乗っとこうか。2回目だし。行こう。王道ならまだしも、斜め上行っちゃいますか。ん？君のメガネ外しが見たいんよ。ほんと、かわいいな。同じ服でごめんね。そうだよな、髪なんか後で直せばいいんだよな。腹を決めたぞ。相変わらず髪型のことばっかり気にしてる。3、2、1、バンジー。相変わらず。こんなこと、誰が何の目的でやってみようって思ったんだろう。おう、面白いからに決まってるよ。外国の成人の儀式だったような。全然わかんないよね。だからどれ選んでも怒り出しそうだな。あー、わかんないって同調しとこうかな。実際は儀式だと思うけど、こんなん言ったらよくわからん儀式を俺にさせたのかって、なんか切れてきそうだしな。わかんないって言っとこうかな。全然わかんないよね。俺も全然わかんねえ。なのに、なんで理解できないもんをわざわざやってんだろうな、俺ら。ラッキー。楽しくなってきた。ラッキー。こっち。もっと来て。運がいいな、俺。
帰りたくねえし、一日じゃ全然足んないよ。何？なんだ？どうした？時間もっとこっち、ほら危ないからさ。親密度がマックスになりました。いがやったりでいい。ん？へい来たぞ。おいおい、次は卒業式絶対来いよ。俺は教会に向かう。鍵を開けて待ってる。わかったな。絶対来いよ。マジで来いよ。来いよ。仕返し待ちってことだよな。オーケー。俺はリベンジ中なんよ。ほほほほほ。うん。親密度も、うん。どっちもマックス。大丈夫そう。うん。庭も、大丈夫そう。ライブハウス3回目いきます。うん。今回は同じ服じゃないから大丈夫。うんうん、相変わらず。さあ、ロックもビジュアル系バンドもかっこいいよな。うんうん、好きそうだよね。音楽で評価しようよ。なあ、つまりくんもやってみる。個性が溢れてるよね。あー、やりたそうだけどな。カラオケとかも好きだし、普通に。うん、あ、でもこっちか。この会話聞きたいな。まあまあまあ、ダメだったらもう一回やろう。ねえ、つまりくんもやってみる？無理だわ。こっちのセンス、自信ない。おほ？そう？あ、いけた。かっこいいと思うけどな。かっこいい。じゃあ、バンドはできないから。ほう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 。歌でも好きなんじゃない？まあ、格好だけは似たようなことを。させてもらってるけど。うんうん、そうだね。もしできたら楽しいんだろうな。うんうんうん、そうだね。あんたまでしみじみしてるし。なんだかいろいろ想像しちゃった。ならさ、二人で素人バンドでも組んでみる？俺フラフープしかできないけど大丈夫？え？ボーカルはあんた、俺はエアーなんとかで。え、エアーで演奏するぐらいならカラオケ好きなんだし、あの七つ森くんが歌えばいいじゃん。もうあの、俺はフラフープを奏でるんよ。ずるい。じゃあ私もエアボーカルで。カオスな空間だな。うん。やっぱ俺らはお客さんの方がいいね。そうかもしれんな。そうだね。楽しかったとか、そんなありきたりの言葉じゃ済まない。どう言えばいいかわかんねえよ。はっ。ん？おうおうおう、私の存在について聞いたっけこれ。あ、これ聞いたから。そうだ、聞いたので、風間くん、聞こうかな。ところで、七つ森くんと風間くんって、どのあたりの相性が合うの？何？急に。スイーツだ。ちょっと気になって、二人ともクールっていうか。もう、どうして笑うの？ごめん。風間はクールに見えるんだ。ちょっと違うな。むっつりの虫眼鏡くん。え？あいつ実は。あ、いや、あいつね、ああ見えて意外といいやつだよ。まあそれは俺もわかるよ。俺、人と関わんの苦手なとこあるんだけど、そういう空気とか読んでくれるし。おお、あ、空気読めるんだ。あれ違う？あ、え？ああ、そういえば
あんたの前じゃ少しカッコつけてるかも。ああ、まあちょっとそういうとこあるかもな。それもしょうがないか。うん、そうなるわ。まあそうなるよね、俺の前だと。え？さて、バレンタインです。もちろん高級チョコとギリチョコは購入済み。作ろう。完成！とっても美味しそう。お、ポップ、いいじゃないですか。はい、はい、今回はもう何も言うまいと、必要なことだけ書きました。超カラフル。どこから食べるか迷っちゃうね。せやろ、読んでから食えって伝えようと思っている。明るくてまるでマリーの心みたい。せやね、ちゃんとあいつにも言っておいて。ラン待ってた。俺も待ってるよ。やった、手作りチョコゲット。しっかり読んどいて。ヒカルちゃん、みちるちゃんの隣でそれ食べて大丈夫？どっちも160。金が鳴りました。ただこの金では決定打にはならん。行くぞ、教会に行こう。扉開くかな。教会の伝説の幸せな噂話ってこのことだったんだ。この教会で二人は再び巡り合う。じゃあ私は。ラン、やっと来た。七つ森くん。よ、待ち人は俺でよかったのかな。もちろんですよ。俺あんたが好きだ。お、早いね君。ってさ、こう言えるのもあいつらがいてくれたおかげだよ。おう、グループ系かな、あいつら。風間とダーホン、俺らいつもつるんでたろ。そうだったね。俺があんたに思いを寄せてることとっくにバレてたみたいでさ。え？二人とも俺の恋愛を応援してくれた、あいつらなりのやり方で。まあ、あんたの気持ちは差し置いてだけど、男同士の友情ってやつ。引っ込み思案の俺の背中を二人が押してくれた。風間くん、だから今俺はここにいる。風間くんも押したの？ラン好きだ。俺と付き合ってくれ。待っていたよ。ごめんなさい。いや、もうこれは、いや、もうこれはキッスで答えましょう。これってさ、あれ？おでことかいける？ダメなんだ、やっぱ唇だけなんやな。え？なに？なんや、これが私の答え。
キス…するか普通。お前と違って勇気ある女子なので。っていうか、ファーストキス奪われた。奪ってやりました。ファーストキスな。もうあいつらには言えねえ。ふふ、じゃない、やり直しだ。おお。ラン好き、マジで。待っていたよこの時を。教会の鐘の音に祝福されて私たちは結ばれました。きっと教会の表では私たち二人をずっと支えてきてくれた友人たちも笑顔でいるでしょう。みんなありがとう。私たち幸せになります。卒業後、私は希望通り一流大学に進学。毎日楽しい学生生活を送っています。ラーツモリ君はウェブや映像のクリエイターを目指して、専門学校に進学しました。おお、そっち系か。専門学校では、彼がすぐにモデルの7だとバレてしまったみたいです。でも、七つ森くんはそれを笑いながら話してくれました。一人暮らしを続けている彼のために、時々食事や彼の大好きなスイーツを作りに行くんだけど、ここに住んじゃえばって最近よく言われます。嬉しいけど、恥ずかしいな。まあ、お家遠いからな。私たちのことを伝えると、風間くんは、何か相談があったら俺に言えよって言ってくれました。すると、本田くんは、うんうん、俺もりょうくんに相談すると嬉しそう。風間くんは呆れたように首を振りますが、七つ森くんは、サンキュー、二人に相談すると笑っていました。風間くん。高校時代よりも二人で過ごす時間は少なくなってしまうけれど、全然大丈夫。いつか二人が将来を誓い合う日、その時は盛大なウェディングベルに祝福されたいです。まあ、この辺は一緒なんだな。あの日の鐘の音を思い出して、永遠の愛を誓います。なあ。ああ。いやー、よかったー。いや、いけましたねー。あー、でも、どうだったんかな、結局どれが引っかかってここに来れたんですかね。デート回数なのか、親密度なのか。パラメーター、あんな低くていけたんかな。まあ、ちょっとわかんないんですけど。まあ、よかった。新国白エンドもちょっと気になるところではあるんですが、ちょっと今の段階の知識ではおそらく難しいんじゃないかなと思うので、ちょっとこれに関しては、保留かなと思ってます。いやー、でもよかった。本当に来てくれてよかった。てかもう、教会の扉が開いてよかった。本当に前回びっくりしましたもん。本当に開かないとかあるんですね。いやー本当によかった。安心しました。七つ森くんというキャラクターに関してなんですけれども、僕実は七つ森くん攻略する予定ってなかったんですよ。ただ次にやる3周目のキャラクターを2周目にやろうと思ってたところ、1周目の終盤に、2つの意味でスイーツな男子である七つ森くんの猛攻撃を受けてしまって、ちょっとかなりときめいてしまって、ときめき言うてる歌でも。なんかもう、そのせいでですね、ちょっとこの気持ちのまま、
そのこの次の、まあ、3週目にやる人をやるのはちょっと違うんじゃないかなと思って、急遽七つ森くんを2週目に差し込んだっていう形になっていまして、あ、七つ森くん、いやー待っていたよ、あ、いい笑顔、君のことを俺は待っていたよいやちょっと待って、幸せなエンディングに似つかわしくない顔してんな、なんでそんなしかめっ面で喋るなみたいな顔してる、やめて、幸せな時なんだから、良き日だよ、あ、まあまあこれはしょっちゅう見てたな、お気に入りの服、まあ、俺がお気に入りの服を着てくと怒るんだけどね、彼はなんかやっぱり、あ、この服は初めて見ますね、あー、なんか2人分のキャラクターというか、まあ、2パターンがあるせいか服がちょっと少なかったように感じますね、それともこうモデルのナナ君っていう存在がやっぱり服をいっぱい着るから、あんまりこう服のパターンがメガネバージョンは少ないっていう設定だったのかもしれないんですけど、ちょっとしょっちゅう同じ服着てきてましたね、まあ、俺は怒られたんですけどねいい笑顔、うん、ちょっとメガネかけてない方も気になるっちゃ気になりますね、うん、まあ、で、なんで急遽やることになったナナツモリ君だったんですけど、まあちょっと最初の塩対応はあったものの、まあ、実はオラオラ系と思いきや繊細なところもある、まあ、そのせいでちょっと何度も濃いと言ってしまったんですけどね、お、このスチルを最高、もうこのスチルを選んでくるコナミさん分かってる、最高、いやもうこのスチルにやられた女子は何人いるんだろうか、いやもう俺もやられました、本当に素晴らしいスチル、あいやーいい絵ですね、あ、なんで、でもこれナナ君の格好じゃない、これって教会帰りじゃないの、え、ないつの間に着替えたの、これなんだろう、ナナ君バージョンで告白を受けたらナナ君の格好でわざわざ出向くってことなんかな、あーそれもそれで面白いっすね、あー、いろんなパターンがあるんだな、え、そしたらこの黒板のところにもこうメガネバージョンじゃない、あのナナ君が書かれるってこと、そしたらこのバレバレだっつーのの意味変わってきませんか、あ、いや終わった、そうだあんた覚えてる？あの二人にヘアアレンジしてたら教室が大撮影会になった時のこと、ほう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 、風間、ヘアピンもう取っていいよ、ちゃんと髪セットするから、ああ、俺のヘアピンもういい、俺はこれで、あ、いい？でも、せっかく七つ森くんがヘアセットしてくれるんだし、返して俺もそれ言おうと思ったけど、ちょっと台無しにしちゃうかなと思って黙ってたんだけど、言うんだな俺は、うん、ピン返して、ねえねえ、そのヘアピン、今度は俺に貸して、多分、一番可愛くなると思うよ、まあ確かにな、一番似合いそう、なあもう、いいからヘアピンを返せ、ったく悪かったな、ラン。あ、全然いいよ。どうしてヘアピン争奪戦になったんだか。お子ちゃまみたいだけど、多分みんながあんたのこと好きだったんだろうな。うん、そうだね。ただ告白後にこのコミカルな話題するん。そうか。終わった終わった、ああ、ありがとう、はい、というわけでこちらで七つ森編は終了となります。一応ですね、またスチルとかの声聞きたいのでおまけパートは撮ろうかなと思ってるんですけども、おまけパートと3週目ちょっとそれほど時間を空けずにまた、ご覧いただけるかと思いますので、よろしければそちらにもまた来ていただけると嬉しいです。
爪も以外にも動画をいろいろ上げてますので、よろしければそちらにも遊びに来ていただけるとさらに嬉しいです。では次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。見せたれ七つ森くん、その表現は何、もしかして先生前世のことちょっと怒ってますか。お前は手作りじゃないと納得しないのか。おい、ここでつまんないこと言ったら俺は怒るぞ。彼ナス見ると取り乱しちゃうね。ここまで鈍感なのはちょっと無理がないか。チャレンジでやったやつなので、いえ。